井上真央かける佐藤健かける松山健一、質問合戦で意外な素顔明らかに？100万回言えばよかったの魅力も語る。俳優井上真央が主演、佐藤健、松山健一が共演する TBS 系金曜ドラマ、100万回言えばよかった、毎週金曜、後10時の生配信番組が13日、第1話放送直前のオリカンニュースの公式 YouTube で配信された。同ドラマは、非常な運命に必死に抗い、奇跡を起こそうとする3人の姿を中心に、実力派俳優たちが大切な人を思う心の機微を紡ぐ。脚本川立直子氏が完全オリジナルで切なくて温かいファンタジーラブストーリーを描く。幼馴染だったが、大人になってから偶然再会し、改めてお互いを運命の相手だと確信した相場優衣、井上、鳥取の直樹、佐藤。運命のいたずらなのか、優衣にプロポーズしようと心に決めた矢先、直樹は不可解な事件に巻き込まれ突然優衣の前から姿を消してしまう。悲しみに暮れながらも直樹を懸命に探す優衣だったが、美和、直樹は自分が死んだのかわからないまま魂となって現世をさまよい続けていた。自分の声が優衣に届かず、何かがおかしいと不安を感じている彼の前に現れたのは、唯一直樹の存在を認識できる刑事の魚住城、松山。直樹は城に、自分の言葉を優衣に伝えてほしいと頼むのだが、一番愛している人にきちんと、ありがとう、さようなら、愛している、を言えないまま別れることになってしまった直樹は、その思い残しを果たすことができるのか。昨年11月に行われたポスタービジュアルの撮影会が20日を合わせとなった3人。同日に各メディアの取材会に応じた際に、松山が、これはまず僕らがお互いを知るために、取材会やった方がいいよね、お互いにインタビューした方がいいよね、と話していた。そこで今回は、100万回聞けばよかった。即興取材会と題して、お題の書かれたカードをババ抜きのように引き合って質問&クロストークし合うコーナーを実施した。2発目から松山は、佐藤の手札から、ジョーカー、引かれた人がアドリブで何でも質問できる、のカードを引いてしまい、佐藤が、今までやりづらかった共演者はいましたか？と直球質問で場を盛り上げる。いきなり言いづらいじゃん、笑い、とタジタジとなった松山だが、ケン君かな？役柄が、人とお化けだからね、と回答し、佐藤との一色な役どころに苦戦したと明かす。あくまでも、やりづらかった、のは、役柄上のことであって、佐藤とは、もっといろんなシチュエーションで演技したいなと思いましたよ、と補足すると、佐藤は、ありがとうございます、ぜひ、と笑顔で答えていた。今度は佐藤が、実は〇〇マニアのカードを引き、オセロですかね。芸能界では一番強いと思います、と告白。さらに最近では役作りのために、お化け作品マニアになっているといい、井上さんにおすすめされた映画、A Ghost Story A Ghost Story も見ましたよ、と明かしてくれた。続いて、自分を動物に例えるとのカードを引いた井上は、最近、彼氏、佐藤、には鳥に似てる、ね、と言われましたと語る。松山も、わかる。フクロウに見える。と頷くと本人も鳥の動画ばっかり見てるから似てきちゃったのかな？そう、と、納得の表情だった。2週目に入ると、松山が、このドラマのここがすごい。お引きこのドラマは普通の三角関係じゃないんですよ、ね。一人幽霊がいたりとか、見たことのないストーリー展開になってますね。僕はこの二人優衣と直樹がもう二度と会えなくなってしまったところから見ていて、ものすごく悲しいじゃないですか。それでも優衣が前向きに生きていくポジティブさもある。だから悲しいだけじゃなく、ものすごく温かいものを僕は間近で見させてもらっていて、この二人のために自分が何ができるかを考えさせられています。この二人が周りの人を動かしていくストーリーが好きなんですよね。ぜひ見ていただきたいポイントです。と作品の魅力を熱弁した。その後もテンションを上げる方法
で佐藤が謎解き愛をにじませれば、井上が実は〇〇マニアの質問で力士愛をたっぷり語ってくれた。約30分の生配信を終え、ラストに3人それぞれが視聴者へメッセージを寄せた。小なり松山健一大なり今回は、この二人のラブストーリーだけでなく、サスペンスの要素だったり、いろんな人が出てきて複雑に絡み合っている部分もあります。一話も見逃せない設定になっている。全話見ないとわからないので、ぜひ全部見てください。小なり佐藤健大なり僕は幽霊なので優位にはすごく寂しい思いをさせてしまっている。我々が出会った頃や仲良かった頃の回想が入ってくるんですけど、そこでの優位の弾ける笑顔が見どころです。素晴らしかったです。この二人、キュートだなと思うからこそ、現代パートが切なく感じるんです。小なり井上真央大なり一話も見逃せないです。幼馴染で久々に再会したところからラブストーリーが始まり、でも急にいなくなりミステリーが始まり、幽霊を見える人が現れてファンタジーが始まり、本当にいろんな要素が詰まってます。私体も先がわからない展開で、台本を見て驚くことも結構あります。私たち自身も楽しみながら撮影していますので、いろんな要素を皆さんに楽しんでもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。